母体孔雀図検本着色安政三年生稼働、文庫美術館岡本明明文九2年9月24日は、日本の江戸時代後期から末期に活躍した絵師。通称は、広行進む。名は、竜仙。字は白樹。明明は、画号で、別号に秋沖な。主に課長が、特に孔雀を得意とし、弱中の鳥、三沖のうずら。 狙いせの猿などと並んで、秋、秋らの苦弱と評される。谷文長、渡辺火山、椿沈山ら江戸南河の大家が没した幕末期の江戸で、山本ことや福田藩公、鈴木がこと,と共に四大家と呼ばれた。江戸芝に長金家、石黒正美の次男として生まれる。正美は、幕臣の出だが家を継がず、顔刈りの葉に学び、 長金は石黒正常について死より一時襲名し、門弟は十数名いたという。母の実家で、町医者だった岡本家に男子がなかったため養子に入る。はじめ、奥平藩の、岡会栄氏で、南品派に属する、大西慶斎に、弟子入りする。慶斎が没した翌文政十三年二十四歳の、時、百国鳥の奥平藩士、中里いよいよ江門の娘ふみ子と結婚し、 同年、高度を日頃読みの記事からこの頃までに、小田原藩主大久保氏に仕えたことがわかる。秋、秋の弟子の十回では、奥大公が、経済を通じて、小田原藩の大久保公に秋明を推薦したという。文政十二年経済が死ぬと、渡辺火山に学んだと言われ、火山十秋に数えられる。確かに、俗集を携えて、絵の品評をこい、酒を組み交わしながら、 ガロンを変わったという記述が火山の日記、全学堂日記にあるが、門人ではないようだ。火山が晩舎のごで捕らえられ国元に護送されるのを聞きつけた、秋秋は、直ちに一方の浅草のりを懐に入れて、昼夜健行を追いかけ、追いついた者の面会は許されなかった。秋秋は、声上げて泣き顔も籠を追いかけるうちに、それが巧妙な絵師、秋秋であるとわかり、 特別に対面を許された。火山は自分は捕らえられたが、元より死は覚悟している。これからは先は、同門の者たち同士検算して良い絵を描き、自分の母前にかけてほしい。それが何よりの供養であると言い,い、片身として自分の涙を拭った白紙を与えた。秋明は持参した浅草のりを渡して、火山の類婚が点々とした白紙を懐にし、 自分も涙を拭いつつばくりに熱く、礼をして去ったという。他にも、椿沈山、福田藩公、菊田椅子、佐竹奈美、松浦武次郎、薄木藩主国家長井右馬らと交流があった。特に幕府受者林鶴良とは親しかったらしく、林鶴良日記に秋明はしばしば登場する。鶴良は秋、明の絵の注文を取り継ぎ、時に売り込みもし、 天保14年6月11日上では秋明は、鶴梁の紹介で、松代藩主、真田幸貫を訪ねている。安政5年の純石町によると、霧舞七国三人ぶで、広間版の職についており、本来の役職を務めながら、絵画制作に取り組んだとみられる。百国鳥藩主の女子の婿としては、微力すぎるが、 これは40歳近くなるまで贅沢な暮らしをしていた、秋明が、絵に専念すべく新規一転して、属性の絆を断って、貧乏生活したためだという証言がある。文久2年死去。改名は、上楽院一串秋、秋ら小児。墓は、大久保家の菩提寺である、京学院。弟子に、来日間もない頃のフェノラサと交流し、 死と同じく苦弱を得意とした娘婿の小口運菌や荒木漢歩、中村万山、羽田俊雲がいる。画風は初期は長崎派の影響が強い。その後中国は清海が、仮の派、円山、四条派などの古画を学習し、写生に基づく長寿描写の工夫や華麗な画面構成の追求により、装飾的でありながら拡張高く重厚な作風を確立した。 作品は東京国立博物館、井出光美術館、聖華堂文庫美術館、山谷美術館、松岡美術館、ボストン美術館等に所蔵されているが、特に敵水圏記念文化振興財団に多くの花品がある。展覧会図録。ありがとうございます。